フレモント国有林はアメリカ合衆国の国有林の一つ。1943年にアメリカ合衆国陸軍公平司令部のためにこの地域を探検したジョンシー・フレモントの名にちなむ。オレゴン州のレイク軍西部からクラマス軍東部にかけて広がり1207,039エーカーの面積を有する。ブライ、レイクビュー、ペイズリー、シルバーレイクに レンジャー事務所がある。ワーナー峡国スキー場は土地がレイク軍に譲渡されるまでフレモント国有林に属していた。1906年にグースレイク森林保護区として発足した地域で1908年にフレモント国有林が設立した。1915年7月19日にポーリナ国有林の一部を吸収した。2002年にビィネマ国有林と合併し、 フレモントウィネマ国有林軍が設立した。1993年に林野局が行った調査結果によれば、地域内の原生林の規模は549,800エーカーに上る、そのうち113,800エーカーがロッジボール松の森である。フレモント国有林では、娯楽活動として、ハイキング、キャンピング、ボート、バックパッキング、乗馬、 マウンテンバイキング、スキー、ハンティング、フィッシングなどが行われる。フレモント国立レクリエーショントレールは、国有林内のガバメントハーベイパスとコックスパスの間を、北西から南東にかけて伸びる50マイルのトレールで、ある。ありがとうございます。